ややらられたらやり返す人生倍下位子だということで始まりました、ダメ澤直樹と申します、見てきました、ベノムのあのあ映画の、ベノム2、レッドビア、レッド、レッドビアビー、レッドゼアビーか、これ、タイトル難しい、レッドビア、レッドゼアビーカーネージって、カーネージっていうのは、大殺戮を、で大殺戮。 大虐殺。それを始めようっていう意味のタイトルなんですけども、これもらってきました。初回入場,入場者特ってほら、虹色に輝いてますよね。すごいですよ。これ、Merry Christmas and Happy New Year.Wishing your family peace and love. あなたの家族に平和と愛を。これ誰がこの <laughs> ポストカードを使うんでしょうか ?Let's be bye guys! これぐらいしか使うよ、こないよね、使い方 <laughs> う。YouTube でこうやる以外に使い方が僕はないと思うんですけども、これね、むちゃくちゃ面白かった。あのね、結構、国評されてて、もう,う始まる前から2点ぐらいの星だったから僕、全然期待しないで見に行ったんですよ。本当に全然き。で、予告も僕そんなに面白いかなーって感じだったし、僕1も別にそんな好きじゃなかったんです。だから期待しないで見に行ったら、結構裏切られてよかったです。で、これね、 絶対これから見に行く人はもしくはわからん、全然知らない人にも絶対知っといた方がいい情報っていうのを僕ね、仕入れたっていうか直前で知ったんですけど、これ、2の、要するに敵あの、すごい殺人鬼が、元殺人鬼で死刑囚だったのが脱獄する話なんですけど、その死刑囚の役をやってるのが、ウディ・ハレルソンさんっていう役者さん、ウディ・ハレルソン。この人すごいのが、経歴が、なんと、お,お父さんが、本当に、 マフィアの、雇われ殺し合いやってて、服役中に亡くなっちゃったんですけど、その殺人を犯して。それが、その息子が役者をやってて、その殺人鬼の役やってるってすごくないですかその情報は知っといてみた方がいいです。どんな演技する結構問題、問題行動がすごい多い人なんですけども、どんな演技すんのかなっていうのをむちゃくちゃワクワクして見に行けますね。で、僕、あの、100円プラスのドルビーアトモスっていうすごい、 ブレーンブーーンって、あの、ドルビーサラウンドのもっと一個上の、あの、100円追加料金払うドルビーアトモスっていうところで行ったんですよ。なんか、一番朝早くやってる回がそれしかなかったから、それで行ったんですけども、どうかなと思って見てたら、音響、むちゃくちゃ大事です。だこの映画は、あの、見る視点によってだいぶ評価が変わると思うんですけども、とりあえず音響と演出の、は100点だと思うんですよ。あの、かっこいい。だから、音響大事なんですよ。 あの、だから、なんつうか、マーベル映画とかでよく出てくる、これソニーのやつだから、あの、初めの、でんてるでんて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 ンって、マーベルのあれがないんですよ。ソニーのやつなんですよ。その、スパイダーマンの方のやつ。だからちょっと余計シーン、大丈夫かなと思いながら見に行ったけども、途中までほんと100点だった。もうとにかく。あのね、音響がいいと、物壊すシーンが多いんですけども、バキ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 って。 もう、それがかっこいいの迫力あって。で、ベノムってやっぱ迫力がないとかっこよくないから、その味方も敵もね。で、結構ワンでやり尽くされてるんですよ。ベノムがいて、敵ベノムみたいのがいて、戦うっていうのは結構ワンでしつこくやられてるから、そんなに僕だからもう見飽きてるっていうか、いやこれ大丈夫かなと思って見に行ったんだけども、そ、そこは演出ですごいうまくなってました。むちゃくちゃかっこいいその、ベノムもかっこいいし、あのカメラのアングルをね、揺らすんですよ、わざと。だから、 なんかね、飽きないように、なんかあんまり、やっぱベナムって怖くないと、かかっこいい、かっこいい、かっこ怖くないといけないから、そのかっこ怖い感じが常に出てるんですよ。で、これ、映画史に残るシーンが出てくるんですよ。もうこれは俺僕見てて泣きそうになっちゃって、こう、これは映画史に残るなっていうシーンが出てくるから、そこまではとにかく100点なんですよ。あの、殺人鬼が牢獄にいるじゃないですか。で、 好きな人がいるんですよ、この人に。で、その好きな人も施設に預けられてるんだけれども、危険人物として閉じ込められてるんですよね。あの、なん超音波、口から超音波を出せるから閉じ込められてるんですけど、それを二人が再会するシーンっていうのがむちゃくちゃいいけど、そこはちょっと劇場で見てほしい。そこに関しては、 これはちょっと映画史に残るかなーって感じなんですけども、後半あんまり、まあ、特に最後の方がそういう部分が描かれなくなっちゃうのが多分、国評してる人の多分ポイントだと思うんですよ。で、その、ウディ・ハレルソンっていう名優いるじゃないですか。その、すごいこれはこの人どんな悪役演じるんだろうなっていうのが、最後の方法、 あんまりちゃんと使われなかったのが、ベノム対この赤ベノムの戦いになっちゃってるから多分、国評してるとこはそうだったのかなってちょっと思うんですけども、普通に、あっという間に終あ,あの、上映時間が短いのもあるんですけども、あっという間に終わるから、やっぱこれ楽しかったんだなと思って。面白いです。とにかく、音楽と、その、ベノムの、その怖さみたいな、そのかっこ怖い感じが出てるのと、その悪役、悪役が主役なんですよ。 悪のその殺人鬼とその。もともと好きだった。まあ昔ね。その誓い合った人があの結婚式をあげるっていう。大まかなストーリーなんですよ。あの血にまみれたレッドウェディングっていう血にまみれた。結婚式をあげるっていうのが大まかな。ストーリーなんですけどもでこっから先ちょっとネタバレになってきますけれども。 めちゃくちゃいい台詞が一個あって、僕、それでもう、ほんと泣きそうになって、その、二人が再会した後に、もう街を破壊、なんつうの、まあ、簡単に言ったら、まあ、破壊尽くし、し尽くした後に、その、クリタス。そう、クリタスって殺人鬼が、ロマンス is not dead って言うんですよ。ロマンス is not あ、ロマンスは不滅だって言うんですよ。だから、そう、ね、二人とも不遇なんですよ。二人とも虐待されてて、殺人鬼になってしまった。もう一人は、 まあ、閉じこ、施設、施設に閉じ込められている。そう、精神異常者として。だけど、そんな二人にも、ロマンスっていうものがあって、こういう出会いがあって、この映画そのものが、そのロマンスを描いてるから、ロマンスは不滅だ。ロマンス is not dead って言うんですけども、うわ、このセリフとこの展開、むちゃくちゃ100点だなと思って、ずっと見てたんですけども。これいいです。で、こ、で、こ、でもセリフのね、セリフのちょっとポイントポイントのね、タバレって音でもないけど、ちょっとだけ触れると、 その赤い、敵の赤いベノムいるじゃないですか。赤いやつ。赤いやつも、その殺人鬼も、俺も殺人鬼になったのには理由があるんだって話がちょっと深々と出てくるんですけど、結局、俺も復讐者の一人だっていうと、この復讐者っていうのは、アベンジャーズって意味なんです。あの、アベンジャーズって復讐者っていう英語な、 の役だと思うんですけどそれで、アベンジフォーワンって、俺もアベンジフォーワンだってその復讐の一人に、復讐者の一人に過ぎない。だから、そう敵役の赤いベノムの役の人も、一応アベンジャーズなんですよね。悪ではあるんだけれども。そこが、うわ、これいいなーっていうの結構ガーって描かれていくんですけども、だから最後がだからダメなのかなって、俺はちょっと思った。ダメじゃないよ。ダメじゃないんだけど、 あの、その、ウディ・ハレルソン、ちょっともったいないなーっていう使い方をちょっとするかなーって感じだったんです。そういう見方。だから、国評してる人は多分相当なクロートです。映画とかをそういう見方してる人。なぜあの役者を、そうこう、生かさずに、変身させて、変身しなくてよかったんですよ。変身しないまま戦うぐらいの。戦うシーンもあるんですよ。変身しないままね。もっと変身してないシーンで、バチバチやり合って欲しかったなーっていうのはちょっとあるから。で、 でね、思い返してみると、レッツやビーカーネージっていうぐらいだから僕すごい残酷な話だと思った。だから余計ちょっとね、あんまり面白くないかなと思ったの。なんか残酷な描写がずっとあって、スプラッター映画みたいな感じで終わるんじゃないかなと思ったんだけれども、そうではなくて逆に、ほとんど出てこない。人を殺すシーン。むしろ殺すな殺すな殺すなって止めていくから、それが、ある意味、 どっちにも振り切れなかったっていう見方も足りますよね。その、レッド・デビー・カーネージーって言ってる割には、その役者もそ、ね、そこまで振り,振り切ってる割には、そっちに振り切らなかった。その、例えばジョーカーみたいなさ、映画。そっちに振り切らなかったんだっていうのが、多分映画クローとか見た、その、この映画を酷評してる点だと思うんですけど、僕はね、そ、その、とにかく途中まで100点だった。本当に。うわ、だからそこの、 人物描写、特にその、ラストシーン付近のウディ・ハレルソンに描写を当ててれば、これ100点だったなっていうところはちょっと惜しいんだけれども、とにかく、その、赤ベノムの、その描写僕最近だから、その映画見るときも、なんかサッカーの、すごい昔からサッカーの日本代表好きで応援してる人が、よし、そこでパス出せ。行け行け ゲイ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 ゲーっていう見方をしちゃうから、そうなんですよ。ここの演出めちゃうと、そっち行け、そっち行けみたいな見方をしてるから、ちょっと型、なんつうか型入れしてみちゃう。あの、作り手側の肩入れ、型入れしてみちゃうんですけども、そこですね。とにかく。でね。あとは、赤いやつがやばいって予告でも言うじゃないですか。赤いやつ。赤いやつはとにかく強いんだ。だから俺はちょっと怖いみたいな感じのベノムが言うんだけども、予告でも出るじゃないですか。それについても、 よくよく考えたら説明なかったなと思って。なんで赤いやつがむっちゃ強いのかっていうのは説明なかったんですよ。多分、ちゃんと理由があるはずなんですよ。もともとの宿主その、入った人間がとてつもなく悪い血みたいなのを持ってると、多分強くなるとかなんかあるんだと思うんだけど、その辺の説明が一切なかったから、俺、なんか確かに説明不足といえば、説明不足なんだけども、テンポよく進ませるって意味では、あ、本当にあっという間に絵が終わるんで、そういった意味では、これはいいかったなと。とにかくそのね、 二人の、ボニークライドって言うんですよ、途中で。ボニークライドが出てきたな。ボニークライドって映画ね、知ってる人だったら当たり前に知ってた。あの、明日に向かって撃って,てしたっけ明日に向かって撃ってかなんかのその映画で、昔の映画で、ボニーとクライドっていうのがいて、二人はこう銃でブワーって乱射して、こう人をいっぱい殺すんですけども、その二人は愛し合ってるっていう、なんか狂気の愛を描いたっていう、まあ、代名詞なんですよね、ボニークライド。だからそ、この映画は、その、殺人鬼と、 ま、やべえやつが、結ばれる感じの、そこの部分はとにかく良かったなーって感じです。で、マーベル映画、マーベル映画って言わないんですよね、これ。なんか SSU、またユニ,とかユニバースってって、スパイダーマン、ソニースパイダーマンユニバースみたいな言い方があるんですって。このベノムシリーズ、スパイダーマンって言って。で、それの、続編のやつの予告とかがもう直前に始まるんですよ。スパイダーマンもあるし、まあ、マトリックスもあるし、スパイダーマンもあって、その、もう一個の、 ベノム出てくるらしいんですけど、予告があって。そんなのも含めて今後はも楽しみでございます。もう月に一回、来月の、ね、来年の1月7日にはスパイダーマンがあります。とにかく、えー、マーベルね、ちょっと僕、この、まあまあまあ、アベンなん、なんていうんですかこれ。二つに分かるやつマーベルの映画のことを MCU って言うんですよ。マーベルシネマティックユニバースって。で、こっちのベノムのやつはまた、あのソニーが配給ね、作ってるやつだから、また別でコロンビア、 映画が作ってるとこで、SSU って言うらしいんですよ。ややこしいんだけど、これ一緒です。その、マ、ま、ー、マーベルマーベルの、マーベルコミックの映画。それはね、ちょっと僕で、ね、おすすめですね。あの、これ全部、あの、ついてきてる人あんまいないと思う。僕の知り合いでも初、初日から見に行く人ほんと一人しかいないんですよ。僕の知り合いで、その、マーベルちゃんと追っかけてる人で。だけど、これちょっとおすすめ。とにかく、この映画は、その、役者さん。 ウディ・ハレルソンがその役でそれ抜擢した、その配、なんつうの、キャスティングもすごいし、僕そんな人が、アカデミー賞の主演男優賞とかにもなって、あの、選出されたりしてることにびっくりして、いや、すごい、アメリカってすごいなぁと思って。日本もちょっと見習うかどうか見習っちゃダメなのか。ダメだけど、その、そんな俳優がいるんだってのはちょっとびっくりしました。そんな感じで、えベ、ー、ノム、レッド Let there be カネージ a 見に行く人はぜひぜひちょっとね、見届けてください。そのウィディ・ハレルソン。Let be a, let there be チャンネル登録。よろしくお願いします。ダメザワナ直樹でした。誰にも遠慮することないくらい。君たち世代の逆襲を。いや、君たちの倍でしょう私は心から期待した。